この場所はですね、工藤さんが、まあ、本人いないからあれなんですけど、はい、白い衣装にコーヒーぶちまけて、はい、スタッフメンバー全員が大暴れ、やばいやばい、本人は至って冷静、へーへーがー、使えへんようにしてる、使えへんようにしてる、なるほど、音切っちゃう、懐かしい、遠いから移動聞くものだよ、メリゴ以来ストーブ、おはようございます、おはようございます、このスタジオはもうこれなんですよ、基本、おはようございます、よろしくお願いします。今日はボルトで同じワークを何度も何度もやって、でその照明変えて何テイクか、まあいい、本日よろしくお願いいたします。長丁場になると思います、はい、ありがとうございます、頑張ります、まだ2回しか撮ってない、どうしよう。思ったよりきつい。ダダン、ここ行っちゃいすぎ、一気に取れるか、結構きついかな、前やっぱ左足に線で、左足を線で、足がこういうバーンとしたいけたら、いけたら、きれいだな、全然疲れてないし、おい、なんすか、なんすか、逆にその疲れてませんか、大丈夫っすかみたいな感じで寄ってくる、その感じで、なんすか、逆に今日2回目です、結構みんな大変でした、頑張ります、よっしゃ、ラスト頑張りましょう、みんな、すいません、塾が、ボーカルうとしいな、二人でないくん、ボーカルって言うと僕も入るから、いや、お前も大丈夫本当、まない、今のなんか変な手に入れた、なんか一下り終わって、あ、そうだよ、一下り終わって、いや、本当雄大、本当、ああとか言ってたら、もう燃え燃えてきた、お前後ろで並んでんじゃねえボケ列、ボケ列が渋滞してるんですよ、こっちは、はい、やるよまあ、でもサビの動線はやっぱ好きですね。まず太一くんと2人で作った時にオーイエーだったんですけど、オーイエーみたいな感じで始まってて、ちょっとなんかその日本語に変えようかみたいな感じで作詞していく中で、この一発目の言葉がすごいパンチラインになると思うんで、すごい探してたんですよ。で、僕と太一くん別々で探してて、僕はスタッフさんと2人でずっと話し合ってて、いっぱい出たんですけど、その中でもどうせっていうフレーズってやばくないみたいな、なんかいい風にも攻撃的にも使えて、なんかこうダブルミーニングになりやすいフレーズだなっていうことで、どうせっていうフレーズいいなって言ってたら、1分後に大輝くんが入って、その話をしてる間に入ってきて、どうせってよくないって言ってシンクロしたんですよ、まさかの。これやばいなっていうので、いや、ここ確実にどうせでいきましょうってなって、そこから2人でテーマを決めて、大輝くんが大枠を作ってくれて、僕はちょろっと歌詞を、ちょろっとっていうか、パパッと、D メロと2サビだけ書かせてもらったって感じですね。撮影の撮り方の打ち合わせの時に、そのボルトを含めるカメラの撮り方が A パターン、また別で B パターンってのがあったんですけど、今回の振り付けとかにはボルトが合ってるのかなっていう判断で、ほぼ即決でしたね、もう A でいきましょうみたいになったんですけど、それぐらい振り付け の, あの感じとカメラワークっていうのがすごくマッチしてるような感じが、あのミーティングの時からしていたので、まだもちろん完成してないので、まあ、多分編集が大変だと思いますし、僕はなんか映像作品とかミュージックビデオって編集が全てだと思ってるタイプなので、監督さんにプレッシャーかけるわけじゃないんですけど、それぐらい期待をしているし、今までで一番出来上がりが想像できないので、いい意味で、皆さんもそれこそね、こうやってメイキングで、あ、こうやって撮ってるんだっていう裏側を見つつの本編を見たら、より面白いのかなと思います。そうですね、今回
はいつもめちゃめちゃ構成とかあったりするんですけど、今回もあるんですけど意外と直線的だったりとかすごい見やすい中で振りを見せたりっていうので、なんか何回もサビとか特になんですけどめちゃめちゃキャッチーな動きとかあるので、すごい何回も見たいって思ってもらえる振り付けなんじゃないかなと思います。このこれはなんかウェイってなるウェイポイントじゃないですけど、ダンサー的にずっとダンダンダンやってて止まる、この頭の位置動かさない、ここ重要です。そうですね、なんかデモ聞いた時はなんか単純にそのトラック感とか楽曲感というかおしゃれさっていうのにすごく惹かれて、レコーディングの時はいつもより結構息の量を意識しながらレコーディングした記憶がありますね。例えばサビでどうせってあるじゃないですか、どうせって言ったらいいんじゃないですか、どうせの方がいいじゃないですか。でちょっとウィスパー寄りにして息の量を多くしてちょっとセクシーさ出したりだとか、こうニュアンスを特に大事にしましたね。なんか歌詞ももちろん意味ありますしメロディーラインに意味があるけど、そこに意味を持たせないようなクールさというかセクシーさというか、それがなんかあえてこの楽曲の魅力にもなってるんじゃないかなと思います。以上、大野雄大でした。これはね、一緒にソータとスタジオに入ってやりたい曲の方向性がやっぱソータと俺は割と明確にあって、そうそうそう、そういう感じ欲しかったよねみたいな感じだったので、すごいスムーズにできた気がします。どうせと言っていちゃ始まりませんよっていう意味でのその統治的なのと、どうせだとローマ字表記だとどうせじゃないんですよね、 U が入るんで。なんで U が抜けてるかっていうと、オーバードーズの中毒症状みたいなところのドーズって言って、2番の歌詞でも書いたんですけど、薬の過剰摂取による症状が用法用量っていうんですけど、それ何に例えてるかっていうと安心感とかそういうものを薬に例えて、それを摂取しすぎて感覚が麻痺してるよ、自分をこう追い込んだりとかっていうこともしないと麻痺しちゃうよっていう意味でドーズとかけてたりもするので、あとその用法用量ってよく薬の CM とかで言うじゃないですか、あの用法用量と実は漢字が違くて、用量、その薬の内容量じゃなくてその用量いいね悪いねとかって、そのなんだろう、性格的な意味での用量にかけてるんで、さらっと用法用量書いてるねじゃなくて、実は漢字見てもらえると、あれ誤植じゃなくてちゃんと意味あって容量の漢字書いてますので、まあ、二軸で見てもらって、どうせ何々だなっていうのに対しての反発っていう意味と、その安心しすぎてぐるっとしてる生活面白くないじゃんっていう意味で、あのどうずどうずとどうせがガッチャンコしてどうせになったということです。ボルト世界一贅沢に使ってますね。ちょっと最初の立ち位置だけで、もしかしたらまた同じことになると思いますので、バニラ思ったいいリアクションになります。丸くなって整理されたバンジョーの眺めちゃ物足りない、誰もゲスト、やっぱ早いね。うるさいんじゃない？いや早い。早いです。確か安定してる速さが。あの急にのその加速力というかスピード感がやっぱ他とは違いましたね。やっぱ後半になってもそのスピード感落ちないですからね。こっちにいると思ったらすぐこっちにいたりしたんで、そのやっぱボルトすごいなっていうのありましたね。すいません、スポルトじゃないんですよ。これ。番組ちなみに、はい、ボルト違い、ボルト違いです、はい、とは、いや思ったより大きいボルトでしたね。またボルト違いやってる、はい、美味しそうなボトルです。ボルトさんこちら見てください。ボルトさんよろしくお願いします。ボルトさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、行きます。はい、行きます。はい、いただきます。はい、いただきます。はい、いただきます。
ニューソング、はい、ニューソング、ニューソング言い方悩んだらすぐに出てきたから、ニューアルバムのリード曲ですね。あ、はい、ややこしいなと思って、リバーシのどうせ、はい、リバーシのリード曲どうせのどうせ、はい、MV が、はい、撮り終わったと、はい、イエーイ。でもあれですね、東京メリーゴーランドでも、はい、撮った撮りましたね。そうですね、懐かしい。あの時も寒かったけど、まあね、今日も寒いじゃない。確かにここにも寒い、うん、あのスタジオが違うっていうか、あのセットが違うから、まあ、同じスタジオには全然関係ない、あっちだよね、俺前は、前はあっちです、前向こう側でしたけど、はいはい、場所はね、ということで、はい、久々に踊るというか、学生踊る、はい、そうですね、朝一から踊ってましたね、今日ね、マジで朝一からこれマジです、はい、っていうか、これマジです、こんなダンスだけを撮り続けたってデビュー曲以来じゃないですか。いや、ほんと確かにそうだと思う。カメラの前で踊ってない時、なくなかったですか、リアルない。ずっと踊ってた。ただ、ね、ない。なんかね、リップシーンぐらいですね、我々も。そうだね。これは、ね、面白いカメラも使ってる。楽しみですね。そうですね、はい、日本で。日本で3台しかないカメラ。ね、世界だと何台ぐらい、世界じゃ分かんないです。何台もあるし、ただでも本当に貴重な、あんまり使えないですし、ね、あのこれをもってして編集がすごい面白くなる。いやー、そこっすね、楽しみの仕上がりが。この撮影を見ていただいた後に、はい、あのメイキング見ていただいた後にもう一回見ていただきたいですよね。確かに、なんか不思議現象が起きてる可能性が高いんですけど、まあ、これをもってしてね、はい、リバーシを皆さん聴いていただくので、はい、ぜひですね、久々なんでね、このダンスチューンで踊ってる時、うん、確かに、まあ、リブデビューとかありましたけど、はい、ちょっとね、やっぱこのね、いろんな方々とフィーチャリングとか、さまざまな形だったので、はい、しっかりダイスでがっつり踊るっていうのは久々なんで、ぜひ皆さん見ていただきつつ、広めていただきつつ、はい、はい、あとは振りをね、これ簡単ですからね、ちょっとやってほしいですよ、これマジで、はい、ね、やりやすいというか、真似したくなるような、うん、分かりやすいですから、そうですね、はい、ね、そった。そうですね。結構やっぱね、はい、やりやすいようになってね。そうですね。ね、もうこういう振りとかね。うん、ぜひ。これあの大人数でやるとめっちゃ楽しいんでね。確かに確かに。見てほしいですね。うん、ぜひ。ね、200人ぐらいでやってるのか見てみたい。多いですよね。うん、それでミュージックの、ね、コロナだよな。開けた際にはぜひチャレンジしてみてください。はい。あけましておめでとうございます。何年目俺ら。まだでも2年だから。あ、2年か。